はい、皆さん、こんにちは。坂木敦でございます。11時半を回りましたですね。2月2日水曜日でございます。日経平均全場419円高で、引けましたね、なかなか調子がええやんって感じですね。ドル円 114.735。で、ドル後も動いてるんですけどね。小動き1203ですね。お隣さんは、この月火水は連休になってるはずなんですよ。なぜかと言いますと、旧正月ですね。で、明日から、韓国の株式市場は開くみたいですけどね、明日、明後日と。で、ドル円相場もですね、開いてるんですけども、非常に今日取引はすごい少ないんちゃうかなという感じで、まあ、半分お休みという感じでございますね。はい、そのお隣さんからですね、ニュースが入ってきまして、まあ、ニュースもね、少ないですよ。なんか、はい、これはワウコリアですね。これ今日かな。多分今日入ったニュースですけどね、これは2月2日9時39分配信、ワウコリア。日本のサイトですからね、日本で運営してるんでしょう。韓国ソウル市内のマンション取引量が1年で 90% 減少、閑古鳥が鳴くソウルの不動産というタイトルでして、ちょっと読んでいきましょうか。韓国ソウル市内にあるマンションの取引量が急減している。住宅価格が頂点に達したという認識や融資規制などが主な原因だ。また来月に行われる大統領選挙を前にして、マンション投資でなくマイホームを必要とする人々でさえ購入を控えている。そのために少なくとも選挙までは不動産取引量の減少傾向は続くものとみられる。この選挙がね、そのマンション市場の取引量に関係あるっていうのは、いかにもお隣さんらしいですね。日本は衆議院選挙の境に、それまでちょっとマンション買うのやめようかなという人いませんからね。まずいませんからね。民主党政権の時でさえ、政権交代とかですね、自民党にまた戻ってきたからって言って、マンション市場がこう、影響を受けた。それによって影響を受けたってことはないですね。自民党政権に戻って、アベノミクスが始まって、その政策によってですね、そのマンション市場は、活況を呈しましたけども、交代したこと自体に何の意味もなかったですね。でも向こうは違うんですよ。もう政治が何もかもに深く関わっているのがあの国でございますから。1日、ソウル市で運営する不動産情報サイト、ソウル不動産情報広場によると、1月のソウル市内、マンション取引量はこの日まで537件に上っている。昨年1月の5795件と比べると、92% 減少した数値だ。1月の取引量届出期間が2月末までということを考慮しても、現在の傾向が続くことになれば1000件前後になる見通しだ。まあ、それでもですね、前年の 20% いかないということですね。昨年、ソウル市内のマンション取引量は8月まで月約4000件あったが、9月から急激に減少し始めている。9月の2705件から始まり、10月2205件、11月1371件、12月1117件とどんどん下がった。これはソウル市内マンション、これはソウル市内マンションの最低取引量を記録した2008年11月、あれですね、リーマンショックの直後ですね。金融危機直後の1163件より少ない数字だった。いやー、なんか不思議ですね。僕も毎日、愉快のお隣さんのニュース見てますけど、なんというか、こう、そんな恐ろしい変化というか、こう、急激な変化は何も起こっていないはずなんですよ。まあ、大統領選挙があるというだけで、なんかそんなに大きな変化起こってるのかなと。まあ、もう私は日本からね、日本語のニュース読んでるだけなんで、そんなに、なんていうか、肌感覚でわかるっていうことはないんですけど、まあ、なんとなく伝わってくるところを見ると、別にどうってこないやんっていう感じですね。大体大統領選挙で、いやいの言うてますけど、投票率で7割いかなかったはずですよ。
つまりそんだけ無関心層も多いっていうことなんですよね。だから、そこまで大統領選挙は関係あんのかしらというところが、なんかね、続けましょうか。減少が続き、年間取引量も前年の8万1198件に比べ半分の約4万件に減った。去年減ったということですね。2012年の4万1079件以降、9年ぶりの最低値だ。日本にもレンズというのがあるんですけど、そのレンズが全てをですね、表してるわけではないんですよ。取引したらね、レンズに登録するっていうのは一応のルールなんですけども、そんなもんええやん、めんどくさいと言うてるような不動産がそこら辺にいっぱいいますから、まあ大手はね、割合真面目に登録してるらしいんですけどね。ただ、どう言いましょうね。あれも任意ですから、相場6000万ぐらいのエリアで、例えばちょっと事情があってこれ5000万で取引してんというのがあるわけですよ。単純に売れないから下げたというんじゃなくて、なんか別のこう取引とか絡んだりとかですね、その他の何かを絡めたりですね、じゃあ5000万で売ってしまったと、取引が成立したという時に、不動産屋は、ね、なるべく5000万で登録しないんですよ。なぜかというと、それが相場だと思われてしまうとまずいからですね。だから不動産屋というのは、まあ、物件上がってた方がね、商売やりやすいんですよ。下がってる時よりも上がってる時の方がやりやすいわけですよ。どんどん買えって言うし、ほらほら売りましょうって言うから、だから下がると嫌うわけですね。だから下がり始めた当座はですね、登録しない。だから分からないけど、あいつら肌感覚でいいやな、ちょっと下がり始めたねって分かるわけですね。で、まあそれでソウルの事情はどうなってるのかどうかは知りませんけども、取引量が大幅に減少したのは、住宅価格はもはや値上がりしないという認識や、現政権の融資規制政策のため、資金調達ができないという点などが最大の原因と見られる。つまり、2軒目買うときに住宅ローンを下ろさへんということをなんかやってたみたいです。やってるみたいですね。まあ、日本も基本そうですけどね。住宅ローンを借りてですね、1軒目買ってですね、2軒目買うからまた住宅ローン借りるのはできるんですよ、全然。でもその1軒目の住宅ローンの家をですね、賃貸に出したらアウトなんですよ。それは、強制的に、すぐ返せというふうに言われるようになります。それでね、ズルした人が家でね、ちょっとね、2、3年前に出てね、規制が厳しくなったんですよ。取引量の減少傾向がしばらく続く見通しだ。ある不動産業者は買おうという電話も、売ろうという電話もない。つい最近まで買収に関心を示していた客も住宅価格が大幅に調整されるという期待感からもう少し待ってみたいという、相場よりも安い物件が出たら連絡してほしいと頼まれていると述べた。もうということはね、市場が踊り場に来たということですね。で、こうその先は下落が見えているということなんでしょうね。通常マンションの取引は不動産価格の先行指標で、取引が増加すれば住宅価格が上昇し、逆に減少すれば住宅価格が下落するシグナルとされている。まあそれは日本も同じです。しかし最近取引量が激減したのは、今年の大統領選挙に続き来年の地方選挙は控えているからだって。関係ないやそんな。そこは関係するところがね、違いですね、日本とのね。選挙の結果によっては不動産の規制緩和が期待できると専門家らは見込んでいると。まあそのね、あの人気政策で、韓国金融研修院のイ・ジェグク兼任教授は、現在有力な大統領選挙候補者の譲渡税緩和公約がそのまま履行されても急に取引が増えることはないだろうとし、複数住宅保有者への譲渡税取得税に大幅な税制優遇を与えない限り、現在のような取引減少傾向は続く可能性があると述べた。これでこう記事は終わってます。こう思うんですけどね、複数持ってるなんてね、日本ではね、分かりませんよ。そんな分からへん。複数ね、住宅ローンを引っ張ったら分かりますよ。あんたはこう、なんとか銀行で借りたやろって、それは分かるんですよ。分かるようになって、銀行同士の情報システムができてるんで、それは分かるんですけど、単純にキャッシュで買うたりとかですね、住宅ローンを使わなくても、銀行から引っ張ったら分かりますね。ただ例えばね、会社を持っててね、その会社名義でね、
事業融資で引っ張って買うでしょ。で、あと住宅ローン買うでしょ。それは分かりませんね。だから、晴海フラッグなんて、会社で、会社の法人の方だけ申し込んでる人いっぱいいましたけどね。当たったかどうかは知りません。あれですね、ソウルのマンションが値上がりしたってこうずっとそういうニュースばっかり聞いてきたんですけど、止まってるというのは初めて聞きましたね。これ以上上がらんやろうというところまで上がりきってしまったということなんでしょうね。日本もね、もう私は遠に上がりきったんちゃうのと思ったら、そうでもなくまだ上がってますからね。今年も上がりますし、来年も上がるでしょうね。来年も前半ぐらいまでは少なくとも新築マンションの売り出し価格は上がるんです。でなんでそんなん分かんのって言ったら、そのあれなんですね、そのそういう値上がりした値段でない、値上がりした価格で売らないといけないレベルで奴ら土地を買うてるんですよ。まだその止まったとは聞きませんから、きっと今年はまあ確実に上がりするでしょうし、まだ土地の値段が下がったと聞きませんから、来年もですね、値上がりするでしょうね。まあ、ただしそれで売れるかどうか知りませんよ。もうかなりやばいとこ来てますよ。もう普通に 3% 台を切るような物件が出始めてますから、事業利回りがね、それも表面利回りで 3% 切るような物件が出始めてますんで、これはもう理論的にはもうアウトでしょうと。で、金利ちょっと上がり気味ですからね、もうなんで来年から金利上がる可能性がありますんで、そんな急激にアメリカみたいにね、年に4回とか日本はしませんけど、年に2回ぐらい上がる可能性がありますんで、だからもう先高感というのはまた日本には残ってますけども、そろそろですね、その業者さんたちはですね、去年いっぱいホールドしてる人が多いんですけど、手放すんちゃうかという、でも手放すって言ったら高値で売れるんかなっていう、今そんな感じでございますね、日本はね。でもまあコリアはですね、ちょっと市場がですね、非常によたってきたという話でございました。このワウコリアのサイト一応貼ってみましょうか。後で撮るかも分かりませんけど、今一応全部読みました。韓国ソウル市内のマンション取引量が1年で 90% 減少、閑古鳥が鳴くソウルの不動産というタイトルの記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。